はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、最近の政府による国民負担増の増加、止まらないっていうところで,で、ほんまに近々では子育て支援金っていうところで医療保険料を上乗せすると、まあそういう発表されてるわけですよね。で、しかもそれが、ちゃんとした説明もなければ、詐欺資産で出してきてるわけよ。岸田さん曰く、平均で月500円弱の負担なんです。ワンコイン以下なんですって言ってるけども、でもそれ保険料ってことは現役世代が負担増えるわけやんか。 じゃあ、ちゃんとした資産出したらさ、月1000円を超えるってことですね、もう1日でさ、倍増しちゃったわけ。それが、ちゃんとした資産を出してみると、なんと1500円なんていう世帯もあるから、もう1週間で2倍3倍ってさ、じゃあ最初の岸田さんの発表なんて騙す気しかなかったってことやん。だから詐欺資産っていう風に僕は思ってるんですけど、そんな形で、負担は少なくしてますよっていう風に見せかけて、結局、負担は増えてるんやったら、増税してるってことやんか。で、それが、まあ、増税という形になれば、やはりさ、インパクトすごいし、反発すごいんですけど、 国が出してくる最近の負担増案っていうのは全部保険料の増加なわけ。子育て支援金は医療保険料の増加にするし、先日ですね発表された配偶者控除を廃止するってことで、控除を廃止することによって保険料の負担を増やすと。まあ、少子化対策の中の一つとして、高校生の児童手当の拡充もそうかな。高校生に児童手当出す代わりに扶養控除廃止しますみたいな形やから、児童手当1万円もらっても1万円保険料増えるんやったらさ、もう行ってこいの関係やん。 下手し収入によっってては保険料が上回るって話やねんからそこだけ見てもももう損失でかかいわけしかもその行ってこいの関係じゃなくさっきも言った子育て支援金ってのも少子化対策なわけやから子育ての支援っていうのは18歳で打ち切りやねんけど負担の増えた保険料は永久的に払わなければならないってさ何がしたいのって話やんかでも岸田さんは賃上げして可処分所得を増やすって言ってるわけよ いやいや、そんなダブスターあんのって話なんですが、そのダブスター、保険料の増加というのが、また出てきたということで、こちらの記事。介護保険料の全国平均6225円、過去最高更新、高齢化影響というわけで、次は介護保険料なんですよね。で、しかもそれが全国平均6225円。これ月ですからね。 ただ、この介護保険料っていうのが、なんと大阪ではびっくりするぐらいの値上がりしてるってことで、大阪といえば維新が与党としてドンといるわけですが、まあ、今はね、あの万博っていうところでもう化けの皮めくれてるなと、馬場代表も第二の自民党だ、で、ブレーンも竹中平蔵さんってことで、やばすぎる要素っていうのはもう十分に兼ね備えてるわけですが、今回最も保険料が高くなった大阪市ですね、の横山市長から、もうこちらもすごい話が出てきてるってわけで、 今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。厚生労働省は14日、65歳以上の高齢者が2024年から26年度に支払う介護保険料の全国平均が月額6225円になったと発表した。前期の21年から23年度に比べ211円、これが3.5%増加した。過去最高を更新し、00年度の制度開始当初2911円の2.1倍となった。 高齢化の進展に伴う介護サービスの利用者増などが影響したと。まあ、というわけで、今回介護保険料が値上がりするの、65歳以上の高齢者ということらしいですね。まあ今はね、昨今の物価高というのを考えれば、年金だけで生活していくっていうのもかなり厳しいところあるじゃないですか。言うても、支給額っていうのはどんどん減らされてるって考えればね。ただ、こうやって介護保険料っていうのは増えていってる。これはあくまで介護保険料だけやから、当然その他の健康保険だったり、 住民税なんかは払っていかなければならないですから、負担はすごいあるよっていうこと。しかも今回の決まってるのが24年から26年。まあこれね3年ごとらしいんですよね。だからまあ前期も21年から23年のこの3年間と。で、今回はそれが3.5%増えた。まあまあ結構率としてはすごいかなと思うんですけど、まああくまで全国平均っていうだけで、まあこの後ねちょっとご紹介させてもらう大阪なんてもうとんでもないことになってるんですが、ただ65歳以上の高齢者が3年ごとに、 まあこうやって改定があるってなって、これが下がるってことほぼないと思うんですよね。まあもちろんその人口バランスっていうところもひっついてきてますけど。じゃあ、例えばこれって65歳以上の高齢者の方に負担してもらおうっていう話でこの話が出たと思うんですよ。だから現役世代は若い世代へ向けた発信とも言えるわけよ。要は高齢者の分は高齢者に支払ってもらうから現役世代の負担増えませんよみたいな。でもそれで正直騙されたらあかんなって僕は思ってて。もちろんそういった考え方もあるでしょう。でも、現役世代の負担が減ってるわけじゃないんよ。 そうでしう。だってこれただ単純に高齢者の負担が増えたっていうだけやから。で、先ほども言いましたけど、これって3年ごとの改定やから、もう100%って言ってレベルで前期からさ、こうやって上がっていくわけですよ。今回は211円上がった。もう切りよく200円にしときましょうか。じゃあさ、3年ごとということは、例えば今の現役世代、50歳の方は、65までの間にあと5回転するんですよ。 もしこのペースで5回転したら、今よりも介護保険料1000円多くなるんですよ。しかもこれ年間じゃなく月額ですからね。で、さらにまあ僕のチャンネルでもね、まあそこそこいらっしゃると思うんですが、35歳の方、これ聞いて貼ったら、10回転するんですよ。まああくまでざっくり計算。このペースで10回転したら、自分が65歳の時には、なんと介護保険料今より2000円上がるんですよ。 しかもそれ月ですよ。やばくないっすかじゃあその分さ、賃金とか所得増えてんのかっては増えてないわけじゃないですか。失われた30年って言葉もあるし、世界から見てもさ、賃金の上昇率だけはビタって止まってんのがこの国ですよ。その割にはさ、無駄に税金とか保険料だけはバンバン上がっていくって考えたら、もちろん岸田さ、賃上げ賃上げ言うてるよ。でも、でも結局さ、物価高に追いついてないから実質賃金が2年連続マイナスで、で仮に賃上げできたとしてもこうやって保険料でさ、抜いていく、マージン抜いていくわけやから、 いつまで経ってもみんなの可処分書とか増えへんわけですよ。じゃあこのペースでいけば今の35歳の方は生活資金っていうのは全く変わらんのに物価と保険料だけはびっくりするぐらい上がるっていうさ地獄しか待ってないわけですよね。そう聞いたら恐ろしくないですか。これ以上現役世代から負担を取るな。高齢者はもっと負担しろ。気持ちわかるよ。でもそれを聞いたら政府なんていうか。あ、そうですよね。じゃああなた方が高齢者になった時もそれでいけますよね。だって現役世代の分を高齢者が負担しろってあなたたちが言ったんだからって言えるわけ ではまあ自治体によってどれぐらい保険料の差があるのかっていう話が次出てくるんですが、えー、一方で保険料が最も高い大阪市は最も低い東京都小笠原村の2.74倍に上るなど3倍近い格差が出ていると、まあ、いうわけで、なんと一番高いのは大阪市で。一番低かったのは東京都の小笠原村ということで、まあ父島、母島っていうところですか まあそこに比べると、なんと大阪市は、なんと3倍の保険料を払わなければならないと。各市町村は3年に一度介護サービスの量を予測して保険料を決めており、厚労省が集計していると。まあ、というわけで、この保険料っていうのは3年に1回改定があると。だから今回は24、25、26年の3年間の話が出た。じゃあ先ほど言ったように、このペースが続くんだったら、5回転したら1000円、10回転したら2000円上がるよっていうことですよね。 じゃあ実際の金額どれぐらい差があるのかって話なんですが、市町村別に見ると、保険料が最も高かったのは大阪市の9249円で、前期と比べて1155円増加した。というわけで、なんと一番高い大阪市は9000円オーバーと、平均が6225円ですから、ざっくり3000円ぐらい高いんですよね。しかも何がエグいかって、前期と比べて1000円以上増えてるっていうことなんですよね。その増加率やばくないですかで、次もすごい。 え、ついで、大阪府森口市の8,970円、大阪府門真市の8,749円と、大阪府の自治体が名を連ねたということで、まあ、保険料の高さワーストっていう言い方させてもらいますけど、ワースト1,2,3全部大阪なんですよ。で、ワースト1位の大阪だけが、えー、オーバーザ9000円と。ただし、2位の森口市、3位門真市に関しては、前期費がもう2000円以上増えてる。ちょっとこれ、えぐないっすかだって、平均でも200円ぐらいって考えたら、10倍っすよ。で、何回も言うけど、これ、月の話やから、 前の3年と比べて、門真市、森口市に関しては、年間2万4千円以上増えてるんですよ。介護保険料だけでね。でその増えてるのが65歳以上の高齢者の方。年金生活だけでどうやって生活していくんって話になってきません ?2 万4千円ですよ、年間。で、一応厚労省によると、森口、門真両氏は、介護保険を共同運営する公益連合を解消し、介護給付費、準備基金の取り崩しができなかったことは影響したという。岩手県西和賀町が前期と同額の8100円で続いたと。 4位がね、この岩手県西和賀町っていうところらしいんですが、まあ、そこよりもさ、上のワーストっていうのが、ちょっと抜けてるなっていう感じ。特に大阪市に関しては、この西和賀町よりも1000円以上高いですからね。逆に保険料が最も低かった小笠原村は3374円で前期と同額。えー、北海道、これ、おといねっぷ村っていうものらしいですね。と、群馬県草津町が3600円。 宮城県大河原町が4000円だった。地域間格差が生じている点について厚労省の担当者は介護サービスの提供体制や高齢者の人口比率による違いなどと説明していると。まあ、というわけなんですけどもこの厚労省の方の言っている話だけで見るならばワーストの地自体というのは介護サービスの提供体制が悪いっていうことですよね。 じゃあこのワースト3はさ、全部大阪。大阪は維新が与党って考えたら、維新政治がさ、完全に介護サービスの提供体制を壊したってことじゃないのなんか別のもんに使ったから社会インフラが壊れてるって話じゃないんすかそういえば何でもかんでも無駄だ無駄だって切りまくってるけども、最も無駄だって言われてる無駄遣いの象徴みたいなことをさ、ご利用して進めようとしてたね。でもそれって全部、あくまでベースのラインができてての話じゃないのでもこのデータを見る限り、その基礎の部分っていうのをないがしろにして自分たちの好き勝手に税金使ってんじゃない そう言えますよね。これ僕言ってるんじゃないですよ厚労省の担当者の分析ではそうだっていう話ですからね。言うても、前期より保険料上げたのは712団体の45.3%で据え置いたのは585団体の37.2%。 引き下げたのは276団体17.5%だったってことで、なんと引き下げた団体もあったらしいんですよね。だからこれはあの冒頭でお話しさせてもらった通り、介護保険料は100%上がるっていうのとは違います。申し訳ないです。でも逆に引き下げてる団体があるにも関わらず、ワーストワンズ3は2000円前後全距離上がる。しかもそれが月額だってやから年間24000円の負担増ってさ、さすがにそれやばすぎるやろと思うんですけど。 で、え、介護が必要な高齢者は24年度に705万人、40年度に873万人に上ると推計されており、介護サービスの需要は増加する見通し、運動など介護予防の効果や基金の取り崩しで保険料の上昇が抑えられているものの、保険料抑制に向けた制度改革の議論が加速しそうだと。まあ、というわけでデータではこういうふうに出ていると、逆に言うなら、40年度にそれぐらいっていう推計ができるんだったら、どうして手を打たないのっていう話ですよ。 重要があるんだったらその仕事手厚くしていかなあかんのじゃん。でも逆にさ、その介護士さんとかの労働改革してる様子全然ないじゃないですか。分かってんだったらなんでやらへんのって。これは少子化なんかもまさにそうですけどね。他には税金関係なんかもそうですよね。まあ、消費税という税金がですね、この消費行動を弱らせる原因そのものなんですけども、それを政府の連中は社会保険料の重要な財源に位置づいてるって言って、下げる気ないわけですよ。むしろ上げようぜって話をしている。 社会保険料の重要な財源に続いてるんだったらど、どうして介護保険料はこんな値上がりすんの僕はこれはですね、まあこの介護保険以外にもずっと思ってるんですけどもね、社会保険料の重要な財源に続いてる、じゃあ特別会計にすりゃいいのに一般会計にしてるってのも意味わからんし、社会保険料って言ったみたいに介護保険料もそう、国民健康保険もそう、年金なんかもそうだと思うんですけど、それはそれで別で払ってるわけですよ。じゃあ消費税って何に使ってんのって話になりませんとまあとりあえず介護保険料っていうのがこれぐらい上がるよっていうね、 資産が出てたわけですけども、ワースト3っていうのは全部大阪が独占していた。特にワースト1位の大阪市ですけども、今回その大阪市の横山市長が、まあ、この件について、まあ、定例会見で、ね、記者から質問を受けたようでして、その時の横山市長の分析がこちらなんですけど、会、え、合、ー、権利大阪市が国内最高額の月9249円、要因を横山市長、一人暮らしの高齢者、所得の低い人の割合が高いなどと分析、 健康寿命を伸ばし、介護できるだけ受けなくていい街づくりをと。まあというわけで、これはもう僕個人の感想ですよ。この横山市長っていうのは、本当に自分が何を言ってんのか理解してんのかなって思うんですよね。特に最後の部分、介護できるだけ受けなくていい街づくりをというね。 これってなんかいいことのように言ってるけども、なかなかすごい発言じゃないのって僕は思うんで、ちょっとこっち見ていきます。厚生労働省が65歳以上の高齢者が支払う介護保険料の新たな基準額を発表し、大阪市が月額9249円と全国で最も高くなりましたと。 ま、他のね、あの割合っていうのは見てもらった通りです。でも、月額9,249円ってさ、年間で言ったら10万円ぐらい払うってことか。ゲーハー来そうっすね、マジで。で、保険料というのは介護保険制度が始まった2000年度は2,911円でしたが、改、え、定、ー、ごとに上がり続け、今回も過去最高を更新しましたってことで、やっぱりずっと上がり続けてるわけですよね。で、地域別の保険料は大阪市が最も高く、最も低い東京と小笠原村との差はおよそ6000円ということで、 これに対してですね、大阪市の横山市長は、保険料が高い要因について、他の自治体に比べて一人暮らしの高齢者が多いことや、所得が低い人の割合が高いことを挙げ、健康寿命を伸ばして介護をできるだけ受けなくていい街づくりをしていきたいと話しましたと。まあ、というわけで、まあ、実際記事の中では、この横山市長の発言部分っていうのは一番最後のところなんですけども、この産業にコンパクトにまとまったことっていうのが結構エグいなって僕思ってて、まず今回保険料が高い理由っていうのが、他の自治体に比べて一人暮らしの高齢者が多いと。 で、ここについては、ちょっと次回に持ち越したいなって思ってるんですけど、もう一つの要因、所得が低い人の割合が高いと言ってるわけですよ。でもそれって、自分たちの政治が失敗してるって自白してるんじゃないだって大阪はさ、維新が与党なんでしょ維新政治の結果が所得の低い人の割合を増やしたってことじゃないのだから、身を切る改革っていうけども、結局それは自分たちじゃなくて、市民、不民の身を切ってるだけじゃないのそれがデータに出てるんじゃないだから横山市長が思う要因がそうなんじゃないの でも,もっと言ったら、これ保険料が高いのは所得の低い人が多いからだ。だから何とかしていきましょうっていう話なのかもしれんけど、それって介護保険料の前から見たらそうなんかもしれんけど、それを別の側面から見たらとんでもない話してるわけですよ。その別の角度っていうのがまさに万博ですよ。横山市長が自ら言ってるじゃないですか。所得の低い人の割合が高い。でもその低所得の人から金巻き上げて万博とか IR やるんですよね。その所得の低い人たちよりも自分たちの万博の方が大事だってことですよね。 僕はこの横山市長の分析聞いて一発目に思ったのがそれなんですよね。所得の低い人が割合が高いんだったら、どうしてその人たちから金巻き上げて万博やるんだろうなって。しかもこれ、大阪市の話ですから、国民負担があって、そこからプラス大阪府民の負担があって、そこからプラスで大阪市民の負担があって、確か1万9000円がなんかの負担があるんですよね、あれ。万博の費用だけで。で所得の低い人の割合が高いのに、それ持っていくんや、みたいな。 ってことはこれ横山市長って考え方として所得の低い人は勝手にのたれじねばいいっていう風に思ってるってことですよね。超優勢思想っていうか、でその思想の結果がまさに次の発言かなと思って、健康寿命を伸ばして介護をできるだけ受けなくていい街づくりにしていきたい。はみたいな。言ってる意味全然わかんないんですけど、介護をできるだけ受けなくていい街づくりにしていきたい。どうやってやるのそんなんじゃあ万博なんてそっこやめて社会インフラに金突っ込めよって思うんですけど、真逆のことをしといてようこんなこと言えんなっていうのがまず一つ目。 そしてもう一つは、健康寿命を伸ばして介護をできるだけ受けなくていい。介護って別に介護保険だけの話じゃなくて、介護費用もいるんですよね。だから健康寿命を伸ばすことによって、まあ、介護に費用が、そのお金の負担っていうのはかからないわけだけど、でも介護保険を払うんですよね。しかも、ワーストワンなんですよね。月額9000オーバーなんですよね、今。って考えたら、この横山師匠に言ってるのって、介護保険料っていうのはバンバン増えていくから、どんどん払ってください。でも、実際に介護は受けないでください。 もっとうがった言い方するならば、介護してもらうっていうね、その共助に頼らないでくださいっていうことですよ。でも介護保険料は日本で一番高いけども、それを払い続けてくださいっていうこと言ってるんですよね。で、しかもそれが所得の低い人の割合っていうのを要因に挙げてるイコール、介護費用を払わなくていいんだから、あなたの懐事情はすごくいいですよ、みたいな感じにも取れるやん。って考えたら、これはちょっと偏りすぎたかもしれんけど、言ってること結構すごいなって思いませんまあほんまシンプルでいいと思うんですよ。要は介護保険払うけど、介護受けんなってことでしょ だから、横山市長のこの保険料が高い要因も言ってる意味わからんし、その後の展望なんかも恐ろしいこと言ってるなって僕は感じちゃったなっていうわけで、まあ今回のことについてね、皆さん思うところあればたくさんコメントいただけたらと思います。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。